佐藤です、えー、聖書1日1章の時間となりました。今日はこの聖書の、えー、新約聖書のマタイの福音書の16章です。では早速マタイの福音書16章を見ていきます。<coughs> えー、マタイの福音書16章 <coughs>、えー。パレサイ人やサドカイ人たちがみそばに寄ってきて、イエスを試そうとして、えー 天からの印を見せてくだださいと頼んだしかしイエスは彼らに答えて言われた「あなた方は夕方には夕焼けだだから晴れると言うし朝には、えー、朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だ」というそんなによく空模様の見分け方をしていながらなぜ時の印を見分けることができないのですか えー、悪い会員の時代は印を求めていますしかしヨナの印の他には、えー、印は与えられませんそう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた弟子たちは向こう岸に行ったがパンを持ってくるのを忘れたイエスは彼らに言われたパレサイ人やあサ里カイ人たちのパンダ,パンダネには注意して気をつけなさいするとお彼らはあこれは私たちが パンを持ってこないからだと言って議論を始めたイエスはそれに気づいて言われたあなた方信仰の薄い人たちパンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですかまだわからないのですか覚えていないのですか5つの5つのパンを5,000人に分け,分けてあげてなお幾かごを集めましたか また7つのパンを4,000人に分けてあげてなお行くかごを集めましたか私の言ったのはパンのことなどではないことがどうしてあなた方には分からないのですかただパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネに気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけようと言われたのは パンダネのことではなくてパルサイビトやサドカイビトたちの教えのことであることを悟ったさてピリポカイザリアの地方に行かれた時イエスは弟子たちに尋ねて言われた人々はあ人の子を誰だと言っていますか彼らを言ったバブテスマのヨハネだという人もありエレヤだという人もありますまた他の人たちはエレミアだとか また預言者の一人だと言っていますイエスは彼らに言われたあなた方は私を誰,誰だと言いますか <laughs> シモン・ペトロが答えて言ったあなたは生ける神の御子キリストですするとイエスは彼に答えて言われたバル,バ,ルバルヨナ・シモンあなたは幸いです このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます。私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら。 それは天においてもつながれておりあなたが地上で解くならそれは天においても解かれていますその時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められたその時からイエスキリストはご自分がエルサイムに行って長老再主張立法学者 たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえれなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて、いさめ始めた。死を神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかし、イエスは振り向いて、ペテロに言われた。下がれ、サタン、あなたは私の邪魔をするものだ。 あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見いだすのです。人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を存じたら何の得がありましょう。 その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、各々その行いに応じて報いをします。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまで決して死を味わわない人々がいます。 はい、感謝いたします、えー。マタイの福音書の16章でした。この聖書の御言葉をあなたの心に、魂に、この聖書をあなたのもとに、えー、マサートの聖書一日一章でした。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。次回の聖書一日一章マタイの福音書でお会いいたしましょう。マサートでしたシューアゲネス、パッションプリズシャム、シャロム、シャロム。